どうもこんにちは、たくみと申します。このたくみのたくみチャンネルでは、未来の生き方や働き方を考える上で参考になる本や考え方を資本主義経済の観点からスライドにて紹介をしております。これまでパート3とパート4の動画で、コトラ氏のリテール 4.0 の法則のうち1から6について解説をしてきましたが、今回のパート5の動画ではいよいよ残り7から10の4つの法則について解説をします。それでは早速本題に入っていきましょう。リテール 4.0 の法則の7番目です。人間中心デザインの重要性、人間的であれについて扱っていきたいと思います。現代のような人間が常時オンラインとつながっている接続性の時代においては、これまでの法則で解説をしてきたようにデジタル技術の活用が欠かせません。ただデジタルが圧倒的な支配力を持ってしても、デジタルが全てではないとコトラ氏は指摘をしております。つまりデジタルが普及した時代だからこそ、人間的な要素の価値が再度脚光を浴びてきているのです。そこで参考にしたい考え方が人間中心デザイン HCD というものです。これは製品やサービス、ウェブサイト、アプリなどを開発する際に、プロダクトを使用するユーザーの使いやすさを中心に置いて設計する考え方です。プロダクトの開発側が提示した使い方に人間が合わせるという従来の考え方を離れ、使う人の観点から起点としてストレスなく使いやすいデザインの追求をしていきます。このような考え方が小売の現場でも次の3つの観点から欠かせなくなっているのです。これを3つの S とコトラ氏は表現をしております。まず1つ目の S がサービスのことを指し、サービスの企画をする際に人間的な視点を優先して考える必要があるということです。これは家具メーカーの IKEA の店舗設計に代表されます。 IKEA はグリエンと呼ばれる店舗設計の動線を採用しております。具体的には IKEA の広大な店舗は、基本的にはまず最初にテーマ別のモデルルームを顧客に案内をして、次に収納やテーブル等の商品別エリア、組み立て家具の倉庫といったエリアに案内するような動線が構成されております。また人間中心のサービスを提供するには、このような店舗の設計だけではなく、そこから顧客のニーズを提案することができる販売員の役割が欠かせません。単に商品情報を伝えるだけの機械的な接客は全て今後機械に代替されていくので、人間中心設計が重視される時代では、ユーザー自身も気づいていないような本当のニーズを満たすものを提案するサービスが求められているのです。このように人間的な視線を優先して自然にプロダクトを提供するサービスが重要なのです。続きまして2つ目の S がソーシャリティのことを指し、コミュニティやイベントを通じたブランドの付加価値の向上する重要性です。代表的なのは2018年にイタリアのミラノにオープンした Apple Store です。こちらはエントランスに噴水が流れるガラスが構えているといったモダンな建築のデザインをしているのが特徴的です。このアップルストアは他のアップルの店舗とは異なり、最新のアップル製品を体感できるだけではなく、技術的な相談やイベントやワークショップなども行われていて、誰もが交流して楽しめる空間を意識して作られているのです。この画像からわかるように、これまでの商品を売るための店舗からコミュニティを意識した店舗へと変わっているということがわかりますね。そして最後の3つ目の S がサスティナビリティのことを指し、すべてのステークホルダーに対して自然環境や人間社会などを長期にあたって機能やシステムを損なわずに良好な状況を維持することを責任に持つことが欠かせないということです。特に海外のファッションブランドのスタンスとしては、2013年にバングラディッシュで古びた工場がメンテナンスをせずに稼働しており、崩壊して死者が1000人以上出たラナプラザ事件以降は、サステナブルな素材を使うことが必要条件である風潮があります。これは情報化社会においては、企業の無責任な行動はすぐに世界中へと拡散されるという時代的背景からも、サステナブルな風潮を後押ししているのです。特にミレニアム世代ではネットでそのような情報を過敏に反応する傾向にあり、実際に世界中の約 40% のミレニアム世代に該当する人々が、サスティナブルな方法でデザイン、生産された服を積極的に購入したいという調査まで出てきております。このように現代においては、単に利益だけを求める企業は淘汰されるということが分かっております。以上が7つ目の法則である人間的であれということを実現するために欠かせない考え方の解説でした。続きまして8つ目の店舗という一つの場所にとらわれないこと、バウンドレスであれという法則について解説をしていきます。
これは小売イコール特定の場所でリアル店舗という概念をなくそうということを意味しております。これを表した代表例を次に3つ紹介いたします。まず1つ目がイギリスの大手ショッピングセンターのテスコが韓国に展開しているサービスです。これは電車の乗り場の防護壁に飲み物などの商品を電子上に描き、各商品の近くの QR コードをスマートフォンで読み込むとオンライン上のお買い物カードに追加できる仕組みというものです。2つ目は海外にて今追い風となっているクリック&コレクトというサービスです。これはオンラインで購入した商品を自宅へ配送してもらうのではなく、顧客の行動エリアに該当するリアル店舗で商品を受け取るというサービスになります。なぜ顧客はわざわざ店舗まで行って商品を受け取るようなことをするのかというと、家で商品を受け取るタイミングがないということはもちろん、店舗での受け取りを選ぶことで配送にかかる待ち時間を減らして、かつ送料を節約できるという点が顧客にとっての利点となっているのです。またこれには店舗側にも利点があり、クリック&コレクト形式で買い物をする消費者の 85% が商品のピックアップのために店を訪れた際にその場で別の関係ない商品を購入するということが分かっているのです。なので伝統的なリアル店舗はここ最近では e コマースに顧客を奪われているというような状況でしたが、リアル店舗はこのように活用次第では新たなチャンスがあると言えるでしょう。続きまして3つ目の事例としては、よく頻繁にする使用する消費財におけるサブスクリプションモデルを提供するということです。このサービスは私の別動画の D2C ブランドのカウスマップの動画でご紹介をしたブランドであるダラーズシェイブクラブが有名です。この企業は購入頻度が多いカミソリとそれに関連した商品の購入の煩わしさをなくすために、カミソリ業界としては初のサブスクリプションモデルを導入したことで有名です。以上の3つの代表的な事例によって、店舗という特定の空間にとらわれないということ、つまりバウンドレスであれという法則がいかに大事であるかということを解説しました。続きまして9個目の法則が、徹底的に外部サービスを活用すること、エクスポネシャルであれという法則です。こちらは一言で言うと、他のサービスを徹底的に活用することで自社の限界を突破せよと言えます。これは Uber や Airbnb に該当するように、複数のサービスを掛け合わせて指数関数的に成長することが大事だとコトラッシュは指摘をしております。ではこれを実現するためにはどのような考え方が必要となるのでしょうか。次の4つの事例から解説をしていきます。まず1つ目は Other サービスといった Google Apps や Salesforce などの SaaS サービスを活用していくことで、わざわざ内製化をして固定費を持つことなく必要なサービスを低価格で活用するということです。これは特に資本が限られている中小企業には効果的な戦略です。2つ目はブランド同士が提携することでエクスポネンシャルであろうということです。本書では Uber と音楽配信サービスの Spotify の提携を事例として挙げております。これは社内のスピーカーから自分の好きな音楽を流せるといったサービスであり、 Uber にとっては長距離ドライブの顧客を満足させることができ、 Spotify としては新規のユーザーの獲得につながるといった双方がウィンウィンとなるような提携になります。続きまして3つ目の事例としては、時には競合と競争をするのではなく競争をすることでエクスポネンシャルを実現するということです。例としては BMW グループとベンツで有名なダイムラーは、自動運転技術の共同開発にて長期的な戦略的提携を締結したと昨年度公表いたしました。これまでこのドイツの2社はカーシェアリングやライドシェア、駐車サービスなどモビリティサービスをそれぞれ独自に手掛けておりましたが、これを一つに統合して顧客に対してより満足いくようなサービスを展開するという提携です。このようにライバルメーカー同士が提携するといったことは一体誰が想像できたでしょうか。続きまして4つ目の事例は、オープンイノベーションを採用することでイノベーションを起こすための知識や情報に対する社内外の境界線をなくし、自由に出入りさせることでイノベーションの創出を目指すということです。例としてはグローバルメーカーの P&G によるオープンイノベーションの例がございます。こちらは看板的商品であるプリングルスの売り上げが低迷していたところ、ポテトチップス1枚1枚にキャラクターなどを書いて消費者を刺激するというアイデアが出されておりました。ただ社内のリソースでは技術的に実現が不可能と判断されていたので、そこでイタリアの大学教授が開発をした食品用のインクジェットプリンターを活用して、結果2桁の売上増しを記録するほどの大ヒット商品を出したという例があります。
このように自社だけにとどまらず外部の力を徹底的に活用することで従来型の小売りの限界を突破していくということが現代では欠かせないのです。以上9つ目の法則であるエクスポネンシャルであれの解説でした。続きまして、いよいよ最後の法則である10個目のリーンスタートアップの手法を取り入れること勇敢であれについて解説をしていきたいと思います。なかなかイメージしにくい法則ですが、一体どういうことを意味しているのでしょうか。前提として、変化の激しい時代において大企業といえども一生安泰ということではございません。今 D2C ブランドが勃興しているように、いわゆるピラニアブランドという伝統的な企業が支配をしていた市場を小規模ながらもニッチな市場から食い尽くすといった事態が生じております。この D2C ブランドのような企業が伝統的な企業と比較して顧客に求められるプロダクトを提供できる秘訣は、リーンスタートアップという手法でプロダクトを開発しているからと言えるでしょう。伝統的な企業はビジネスモデルをしっかりと企画をしていき、その企画書に基づいて時間をかけて完璧なプロダクトの開発を目指すウォーターフォール型であるのに対して、D2C ブランドに代表される変化に対応することができる企業は、コストをかけずに最低限の製品、サービス、機能を持った試作品を短期間で作り、顧客の反応を的確に取得して、顧客がより満足できる製品、サービスを開発していくというアジャイル型のマネジメント手法を取り入れております。アジャイル型では仮説構築、計測、学習、再構築といったフローで高速にいわゆる PDCA を回すのです。そうすることで素早く市場にプロダクトを提供し、顧客のフィードバックを解消して再度最適なプロダクトを提供することが可能となっております。ただ未完の商品のままをそのまま市場に提供することは、誰もがリスクを心配してなかなか行動に及ぶことはできません。そこでコトラ氏は勇敢であれと最後の法則で勇敢であることの重要性を主張しているのです。最新のデジタル技術をエクスポネンシャルかつアジャイル的な手法で活用することで、短期間で顧客が求めているプロダクトを提供する、そういった戦略で変化の激しい時代において競争を勝ち抜いていく必要があるとコトラ氏は指摘をしております。以上が10個目の法則である勇敢であれについてでした。はい、お疲れ様でした。以上5つのパートにてコトラのリテール 4.0 デジタルトランスフォーメーション時代の10の法則の本をもとに、未来のリテールについて解説をしていきました。今日ではコロナウイルスの拡大によって世界各国で外出が自粛モードとなっていることから、リアル店舗は固定費である家賃の支払いがあるから損失の根源と見なされているかもしれません。そんな状況下だからこそ、これまでの伝統的なリテールの在り方を考えてみるいいきっかけになったのではないでしょうか。これからの時代においては、高額な賃金を払ってまでして立地の良い場所に店舗を構えなくてはならないほどつまらないプロダクトを販売しても顧客は満足することはないでしょう。またこの自粛ムードによって、リテール業界におけるデジタルトランスフォーメーションは想定より10年早まったと言っても過言ではないでしょう。このようなリスクをチャンスに変えるためには、普段から最新の事例を体系的に学び整理をしていくことが欠かせません。そしてこの動画が少しでも皆さんにこのような形で役立てれば幸いです。以上、5回もの動画にお付き合いいただきましてありがとうございました。最後にチャンネル登録を忘れずにお願いします。